ボディメーカー。どうも、ボディメーカーの長渕翔です。本日はですね、こちらでオープニング撮ってる浩二選手とボディメーカーの方で半年ぐらい予約が取れないみたいなところを、イカヤさんをと一緒に行っていろいろお話とかを聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。思い出、イカヤ社長です。イカヤ社長もう有名。今日はありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？何で読むの？マネーっすか？マネーっすか？あ、どうも、早い。今、顔です。あ、スミヤです。はい。スミヤ。スミヤ。すごい雰囲気ですね、これ。そうですね。しかも、大将が女性という。ありがとうございます。ありがとうございます。で、べっぴんというな。ありがとうございます。早速、はい、早速食べさせてもらえるんですか？そうです、タイもご用意させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか噂によると俺がこう握らせてもらえるっていう噂を聞いて。あ、私もさっきちょこっと聞きました。握っていただけるんで私食べさせてもらえるって言ってた。本当ですか？はい。なんか見しもれ男子が聞こえる。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。いただきます。よろしくお願いします。いただきます。いただきます。仕込まのバリも俺ね、食レポめっちゃうまいんですよ。まず一回ね、こうやって見せるんですよ。あ、なるほど。こうやって、はい、ちょっとお箸持って、お母さん教えてくれなかった。一回見せるんですよ。見てください、このツヤ。もう滴り落ちてますよ。もうびしょびしょですね。さすが格闘家。全然震えてない。普通の人震えてない。格闘家やから震えない。いってみます。一口でいってみます。うわ、すごい。下から回答。うん、この滑らかにこの口の中に一発で入ってくる感じ。気持ちいい。もうびしゃびしゃですね。顔して。いや、俺しか負けたんだよ。あ、いいっすよ。スミ吐くかもしれません。スミ吐く。マギ、顔でも噛みます。噛む。おお。あ、かかった。割りかかった。どっちが顔ですか、これ。どっからスミ吐く。足の方は持ったら噛みます。おお。おお。いいですか？ああ、そういうこと。もうやめてやめてやめて。やめろ。おお、すごい。おお、すごい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 。もうすごい。張り付いてる。張り付いてる。コージ。コージ。コージ。それ以下も一生懸命生きてきたのに、はい、刃物でバーンって切られたらかわいそうなんで、はい、やっぱ俺らはスレッドだから格闘家だ。格闘家なんだね。はい、スイッチ。おお、うわすごい。うわすげえすげえ。一気に締めようと。全部そうでしょ。それを締める。これでイカさんも苦しくない。苦しくない。もう苦しくない。もう苦しくない。一撃で安楽死。すごい。翔さん、一回。あ、じゃあ翔さん、これはもうスパッと安楽死差し上げないで。結構強めにやりました。ちょんといきます。事故した事故。あかんこうなんねや。いや、まだですね。うわぁ言うてます。早く殺してくれ言うて。もう一回ショー。行きます。コージくんすごい一発ですね。スタッションもだしたいよ。バキくんここで行った。食べ物やからな。そうやな。遊んだ手でやる。ちゃんと顔でかいたらちゃんと吹いて遊んだあかん。食べ新鮮なもんや。大新鮮。成功ですか？成功。半分。今日今日捕まえてきてくれた。すごいすごい。今日山口県の海を泳いでたわけですよ。そうです。すごい。すげえ。新鮮。何いいからですか？
これ、剣先イカ。剣先イカ。剣先イカの姿作りです。はい、イカスミの塩とそこにつけたスターチで召し上がってください。いただきます。これめちゃめちゃうまそうですよ。見てください、この白い。ぬめぬめっとした。ほら、素晴らしい。ここにつけて。はい。もうさっきまで生きてたから。そうですよね。マジで歯ごたえやばいっすね。翔さんの紹介もしようハードル上げる。でもなんかすごい弾力ありそうなすごい身ですよね、本当にこれ。あのこれちょっとつけるだけ。なんかあかんわ、翔さんの何持っても全部もうボディメーカーの商品。お、めっちゃ美味しい。歯ごたえがすごい。ちりこっちでこっち。大好きさんの記者会見で、ね、会見が、そこから試合作ってくれる人は大好きですね。会見の仕事やったんですね。炭の人だ。イカスミです。イカスミの黒いです。すごい。こういうのをするの初めてなんですか。初めてです。やってましたっておかしい。ゲームしよう。俺とのりさんが握って、うん、どっちが、そう、どっちかがあって、うん、とりあえずゴリとアキをリアルなアキを見て、はい、そう、外でとくわ、外でといて、公平で、だいぶ綺麗な、全然違うわ、プロがやるのと。オッケーです。はいよ、もうスパッといくよ。はい、どっちかどっちかスパッといくよ。はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ。マジかな、間違えるの結構失礼やもんね。そうやね、もう結構失礼やですよ。ガチで言ったらな。ちょっと、なんかやっぱポイントはちっちゃくらしい。うまい人はちっちゃいらしい。これはこっちがのりさんと思って、あそこから食べたやつ、うん、やねんけど、なんで思った、あの形が綺麗、あ形が、はい、うん、食べてみたらこっちだと思う、こっちがのりさん、どっちよ、これ正解は後で言う、うん、正解は俺が行きます。こんなもう簡単やないの、ミルクボーイ出さんでいただきました。うわぁ、わからんな、これ落ちませんね、落ちませんね。あ、うん、わかった、わかりました。はい、どういうの、正解は完全に、先に食べたことです。が、何が、広瀬落ちてる。もうその時点で動いた。今のボケやないの。ゆうじくんが正解。じゃあ弁解させてもらっていいですか。弁解もクソもないやん。ちっちゃかったのは後やって、後やったんですよ。ただわさびの味がなんか全然そんなやばいですよね。なんか俺のちゃんと目見てのりさん。もう罰ゲーム、のりさんどうしたらいいですか。もうこんな結果な、結果な、俺が寿司握ったらな、買ってまうね。買ってまうね、結果。それはね、のりさんがどうこうじゃなかった。結局俺の存在がすごい。あ、やった、自分でいただきます。いただきます、おめでとうございます。どうですか、おいしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、むちゃくちゃ美味しかったね。いや、美味しかったです。やばい、やばかった、その味。ありがとうございました。ありがとうございました。大阪難波駅の近くのね、住みやすく、いや、ほんまに美味しいんで、みんなぜひ来てみてください。4ヶ月かかるけどね。次、今6月というか10月以降。まあでも、運が良ければ来れるかもしれないけど、一回取り合わせて、来てみるべき。チャンネル登録と、グッドボタン、押しまくっても、
無駄に押して何回でもコメントも無駄にコメントしていきます。スミヤ最高。この前の、はい、ボディメーカージムで、はい、まあ、コージーチャンネルのフライングローブを、はい、2個書いてもらって、はい、その当選者の発表をちょっと本日したいと思ってて、はい、でこの中からちょっとコメントですよね、はい、わー、いっぱい嬉しいな。やっぱりみんなが知らんところで一番努力してる人がかっこいいって過保にしたいですよね。すんげーくれてるですね、うん、1人目が川野ルナちゃん。登録会の人はこのような応募を始めたとても緊張しない、いつもタフな努力を重ねてキックボクシングを盛り上げてくれる姿に感動し、いつもインスタグラムでコメントさせてもらってます。この子にしましょうか、はい、セイレンさん、セイレンさんですかね。セイレン君とルナちゃんに、はい、決定で、はい、決定でおめでとうございます。おめでとうございます。